皆さん、こんにちは。本日は数理の第4章、指数関数とグラフについてやっていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。えー、まず、指数関数というのは何かということですが、えー、a の値が0よりも大きくて、a が1ではないというときに、y イコール a の x 乗という形で表される、こういう関数のことを、a を定とする指数関数というふうに言います。 で、まあ、指数関数、早速今回はどういうグラフが書けるかなということについてやっていきたいと思います。はい、ここで、y イコール2の x 乗と y イコール2の x 乗分の1、この2つのグラフについて考えていきたいと思います。で、グラフを書くために、まあ、グラフっていうのは点の集合になりますので、点の集まりになりますので、実際にマイナス2から2の時に y の値がどうなるかということについて、まず考えていきたいと思います。 でこの時に、まあ、例えば2の2分の1乗ってルート2ってなりますんで、ルート2が1.4っていうのを利用していきましょう、えー。そうするとどうなるかというと、はい、x、それぞれの値に対して2の x 乗、えー。x の0乗。2の0乗は1ですね。で、1、2。で、x、2の2乗っていうのは4。で、x のマイナス1乗。2のマイナス1乗っていうのは2分の1になりますので、小数にすると0.5。 で、2のマイナス2乗は4分の1だから0.25っていう風うにすることができます。で、えー、この、えー、x の2分の1乗、ルート2なので1.4。で、2分の3乗は2ルート2と一緒になりますので、2ルート2、1.4を2倍したもの。つまり2.8になります。で、一方で、はい、マイナス2分の1っていう風うに言われたら、まあ、実際にルート2分の1になりますので、えー、まあ、1割る1.4。まあ、計算するとだいたい0.7くらいになります。で、マイナス2分の、 3の場合は、はい、2ルート2分の1になりますので、2かける、あ、2分の1かける0.7っていうことで、0.35ってすることができます。まあ、するとこんな感じで書くことができます。で、えー、あとは、まあ、この x、2の x 乗、それぞれを、はい、点で、点点点っていう風うに取ってあげて、それをピッっていう風に引いてあげてください。そうすると、えー、y イコール2の x 乗、えー、こういう関数ができます。 で、この関数に関して注意点としては、まあ、まず、x が0の時には1になるよっていうことと、あと、ね、こういうふうに下がってるから、じゃあ x8 って突き抜けちゃうのかなって思いがちですが、えー、今回、こちら、x 軸とギリギリ交わりません。で、どうしてそうなるかというと、y イコール2の x 乗。まあ、その、ね、えー、マイナス1、2分の1、4分の1、8分の 1, 1っていうふうにだんだんちっちゃくなっていきますが、ね、どんなに頑張っても、例えば、マイナス100乗とかとしたら、2の100乗分の1。 0にはなりませんよね。マイナスにはなりませんよね。なので、えー、本当に0に限りなく近づくけど、まあ、ギリギリ交わらないよ。っていう、えー、状態になります。まあ、このね、グラフの形、しっかりと押さえておくと良いでしょう。えー、まあ、そういう線のこと、まあ、前金線って言いましたよね。えー、それもね、ちょっと復習として押さえてくれればなと思います。では、次に、はい、2の x 乗分の1。これはどうなるかってことですけど、まあ、さっきと同じというか、えー、まずこれ、な、まあ、2のマイナス1乗。 2のマイナス X 乗と同じですので、2のマイナス X 乗とマイナス1。つまり2の、えー、2の1乗になりますね。2。っていう感じでやっていくと、はい、2の X 乗と逆の値が取るっていうのがわかります。じゃあ実際にこれ持って書いていくと、まあ、これ鏡にした感じですよね。スっていう形にすることができます。で、ここで大事なのはグラフの形です。はい、y イコール A の X 乗のグラフ。っていうのは、A が1よりも大きかったら右上がりのグラフ。 で、a が0から1の間だったら右下がりのグラフになります。ここをしっかりと押さえておくようにしてください。はい。では、続きまして、指数関数の性質を使った具体的な問題をやっていきたいと思います。はい。指数関数、y イコール a の x 上には、いろいろな性質があります。一つずつ確認していきましょう。1個目、定義域。まあ、x の範囲のことです。 それは時数全体、ねえー。マイナス1万だろうが、えー、9億だろうが、えー、何でも値を取ることができます。で、地域。地域っていうのは Y の範囲です。Y の範囲は、はい、正の次数全体。まあ、プラスですね。マイナスにはならないって先ほどお話したと思いますが、えー、そういうことを押さえておきましょう。はい、2番。はい、グラフは、えー、まず0かン1。これ通ります。で、あとは1カンマ。1代入すると、まあ、ただの A なので A っていうのを取ることができます。 で、X 軸が前近線。前近線は先ほども説明した通り、グラフとギリギリ交わらない線のことです。というふうにすることができます。で、この3番。この3番、まあ、今後の生成使いますが、はい、A が1よりも大きかったら、まあ、P と Q。Q の方が大きかったら、ホニャララ上っていうふうにやっても、A の9状の方が大きいということができます。でも一方で、0から1の間に A がある場合っていうのは、これが逆になりますよということ。えー、そちら注意してください。 はい。では、早速、レイさんですね。3つの数の大小を比較せよ。えー、まあ、それぞれを、えー、分数上の形に直してあげましょう。で、そうすると、あとはこれを通分してあげてっていうふうにやっていくと、えー、まあ、4分の5は一番ちっちゃい。で、五分、3分の5は一番大きいというのがわかります。で、えー、1より2の方が大きいので、はい。まあ、こういうふうにすることができます。で、最後、しっかりと、これを、えー、書き直すのを忘れずにしてください。はい。えー、32の4乗根、小なり。はい。2の2分の30になりますので2、2ルート2。 はい、小なり32の3乗根。はい、これが答えになりますね。しっかりと押さえておきましょう。はい。そしたら、えー、今回のまとめとしまして、えー、問いはい、この y イコール3の x4 のグラフと y イコール4分の1の x4 のグラフをかけという問題、および、はい、次いきます。こちら側ですね。 問い4の、はい、次の3つの数の代償を比較せよという問題。こちらの問題をぜひやってみてください。えーまあこ、こねこういう性質、とても大事になりますので、しっかりと押さえておくと良いでしょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。